新たに始まりました阿蘇医療センターだより、第1回は平成28年4月に起きた熊本地震を振り返り、災害拠点病院としての役割について甲斐豊院長にお話をお伺いします。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。阿蘇医療センターの院長の甲斐と言います。まずはじめに、今回の熊本地震で被災された多くの方々に、心からお見舞いを申し上げます。はい、まずはじめにですね、この阿蘇医療センターは災害拠点病院に指定されていますが、そもそもその災害拠点病院とはどういうものなのか教えていただいていいですか。はい、災害拠点病院とは災害基本法に基づき熊本県知事が指定するものです。災害が発生したときにですね、障害者の受け入れや医療救護班の派遣などを行います。今回の熊本地震では多くの医療機関が断水や建物の破損などによって医療機能がストップしてしまいましたが、幸いに当院は2年前に新築された病院でありまして、災害に対して強い機能と設備を備えていましたので、発災直後から医療機能を維持したまま診療を継続することができました。その災害に強い機能と設備、詳しく教えていただけますか。はい、まずは、免震機構です。はい、阿蘇医療センターの診療棟および病棟の柱は全部で72本あるんですが、このような免震ゴムによって支えられています。震度7にも耐えられるような構造になっています。また今回の熊本地震では、建物全体が87センチ移動した痕跡が残っていました。この免震機構のおかげで入院患者さんが、安全に守られたばかりではなく、CT や MRI、検査機器など全ての医療機器が、障害が起こりませんでした。また当院は自家発電や貯水タンクも整備されていますので、全てのライフラインの機能を維持することができました。本震の4月16日には、救急車やヘリなどで127人の救急患者さんを受け入れることができました。発災後1週間は連日10人から20人の救急患者さんの入院を受け入れることができました。今熊本地震、大きな災害でも医療の機能を維持したまま、活動を行ったそうですが、はい、実際にはどんな医療活動が行われたんでしょうか。はい、まず4月14日の前震の時には、はい、当院から医療救護班 DMAT というんですけれども、それを益城町に派遣しました。4月16日の本震以降は阿蘇地域にも甚大な被害を受けましたので、全国から多くの DMAT チームを受け入れて、当院へ搬入される多くの救急患者さんへの対応を行っていただきました。最大で33チームの DMAT 隊員が集結しましたので、阿蘇医療圏内で被災され避難所におられる多くの方々への実態調査などを行っていただきました。その活動拠点が阿蘇医療センター内に設置されました。阿蘇保健所長の服部先生を本部長として、熊本県や阿蘇市などの行政、医師会、薬剤師会、歯科医師会や消防、警察など多くの関係機関が集まり、連日当院で会議を重ねて災害対応を行ってまいりました。まさに災害拠点病院として阿蘇医療圏の活動拠点の中心としての機能を果たしたのではないかと思っています。さらに長野県の諏訪中央病院、沖縄県の顆粒子病院から医師派遣をいただきました。また日本病院薬剤師会、日本看護協会、診療放射線技師会、臨床検査技師会など多くのスタッフの支援をいただきました。改めまして医療支援に対しまして心からお礼を申し上げたいと思います。はい、今回の熊本地震で災害拠点病院としての大きな役割を果たした阿蘇医療センターですが、今回の地震から見えてきた今後の課題などはありますか。はい、まず震災後の復興におきまして、国道57号線や豊肥本線などの交通インフラがまだ復旧していません。立野病院は震災で閉院をしてしまいました。南阿蘇での救急指定病院がなくなったことになります。このように阿蘇医療圏の環境はまだまだ長期的な困難な状況が継続することが予想されると思います。
今後は南阿蘇からの救急患者さんの受け入れも今まで通りに行ってまいりたいと思いますし、さらに熊本市内に通院をしなければならないような特殊な病気を持っておられる患者さんたちが当院で外来診療が受け入れられるような体制を考慮していく必要があるんじゃないかと考えています。つまり阿蘇医療センターがこの阿蘇地域で完結できる医療体制の中心的な役割を担っていく必要性がさらに今まで以上に高まってくるんじゃないかなと思っています。職員一同災害後の阿蘇医療圏を支えていく覚悟で臨んでまいりますので、どうかこれからも温かいご支援と厳しいご指導をよろしくお願いいたします。阿蘇医療センターだより第1回は平成28年4月に起きた熊本地震を振り返り、災害拠点病院としての役割について甲斐院長先生にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。